14日、サッカーアジアカップ1次リーグ D 組日本 4-2 ベトナム。わずかな隙が致命傷になりかねない。日本の選手たちはそう痛感したはずだ。1対1で迎えた前半32分、ベトナムの FK だった。相手がヘディングしたボールを日本の守備陣は目で追うだけ。足が止まっていた。ベトナムの選手にこぼれ球を蹴り込まれ、勝ち越し点を許した。同点に追いつかれた15分の場面もセットプレーだった。相手の CK、バークが曖昧になり、フリーで頭で合わされた。遠藤航は、誰がつくのかはっきりさせられなかった、と反省した。南野匠は試合前日に言っていた。大会の初戦は難しい。ミスが失点につながると難しい試合になる。分かっていても、思うようにいかないのが国際大会だ。緩慢なプレーで苦しい展開を強いられた。前半終了間際に南野が2点目、さらに中村圭人がミドルシュートを決めてなんとか勝ち点3をもぎ取った。2022年ワールドカップ、W 杯、カタール大会でドイツとスペインを破った。今大会、世界ランクはアジア最上位。優勝候補の筆頭と目されている。カタール入りしてから複数の選手が相手を圧倒したい、と言っていた。ただ過信すれば足を救われるのがアジアの戦い。前回大会の初戦もトルクメニスタンに3対2の新勝だった。3大会ぶりの優勝へ、森保監督はこの痛い思いから修正すれば、勝つ確率を高められる。と前を向いた。課題が詰まった逆転勝利を次への教訓にしたい。ドーハイコール岩佐とも